53年目の4月、やっていこうぜ。34マスでしょ。いやきつくない？パトカードあればいいよね。平気だよね、一応ね。こういう時のためのパトカードなんだから。危なー、来なかった。よし、これで連続ゴール、守ることが、死守することできました。いや、スカイツリー欲しいな、本当に。あ、違う、スカイツリーじゃない。世界ツリー欲しいな。帯広か。なんだっけ。こいつなんだ。さつまいも怪獣、プー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 。あ、なにこいつ。なんだよ、こいつ。うん、おならをして健康になってほしい。おならをして健康になってほしい。喋れんだ、こいつ。なんだよ。あれしょ、喋れや。なにこっち。一年おならが止まらない。え？なに？プープーと同じ姿になってしまった？なんじゃそれ。1とかしか進めないわけじゃないよね。プープーと同じ姿になった。プープー、あ、ぴったりつけられた。え、なにここここに止まるとプープーになるの？どういうこと？おい、二人プープーいるぞ、今。おい、どっちがどっちか分かんなくなったじゃん、これ。色分けしてる。プープー。ほら、プープー二人いる。ほら。プープー二人いるよ。何これ？何これ？20マス以上いるとあれなのか。以内にいると飛ばされるってことか、おならで。激強じゃん。プープーってなんだよ、マジで。俺は世界ツリー買いに行くぞ。皆さん、プープーの状態で世界ツリーを買います。まずこれとね、買いますよ。はい、これ、サムネですかね。世界ツリーを買います。ドン！やった！よっしゃ！予想収益ここだけで、これ、やばくない？ 1268 億、毎年入ってくるってことでしょ？おめでとうございます。世界ツリー買いました。たった今、パライバ社長が世界一の高さの電波塔、東京世界ツリーを完成させました。高さ634メートルからの映像は広い東京をさらに大きく見せてくれます。あっという間に東京世界ツリーは東京の新名所となった。
浅草は東京世界ツリーのおかげで収益率は4倍になった。やばいでしょこれ。こんなの独占してるから4倍になるっぽい。いいね。よし。お。いや最高、超絶好調なれるじゃん。埼玉？行こう行こう行こう。行こう行こう、絶対行くべき、絶対行くべき。レインボー新幹線なんか最高。シンデレラカードをさ、まずさ、あれ、君がすべてカードで、全部シンデレラカードにしちゃえばさ、すごいでしょ。え？特製霊カードになってしまった。そ、あれ？ね、12月になるとね、シンデレラカードって特製霊になるらしいよ。いやー、最悪。兄がシンデレラカードゲットだぜだよ、ふざけんじゃん。俺何のために刀狩り買いに行った？赤マス。はい、いやーちょっとシンデレラカードはつらい。3月、3月じゃない、決算。まあでも決算で3549億入ってくるってことは結構いいよ。こっからお金本格的に貯めれそう。10兆はきついね。ゴールしまくるしかないかな。